11時8分です未来を歩くら新版アメリカンエキスプレスピックワン三3 0 0万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日は調理ロボット実現へソニーがロボット工学の石黒浩教授を招へいというニュートピックスにフォーカスします解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの畑中稔さんです 畑中さんは NTT 東日本が運営するアートセンター NTT インターコミュニケーションセンターの主任学芸員として20年以上展覧会やイベントの企画を行っていらっしゃいます。よろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。えまずこの話題なんですけれども、うん、えどういうニュースでなぜピックしたのか教えていただけますか。はい、あのまあ石,石黒先生という、はい、あの大阪大学のあの先生なんですけれども、えー、あのずっとですねあの自分そっくりの アンドドロイジェミノイドっていう呼,んで呼んでるんですけども、まあ、そういうあの自分そっくりのロボットですね、うん、をあのずっとこう作ってる方でそれはの将来ですねそのロボットヒューマノイドが、まあ、例えば家庭の中に入ったりとか、うん、まあそうなった時にこういかにその人間がその怖がらないようにとかですね、うん、あとはその どういう振る舞いをこうロボットがそのジェそのヒューマノイドがするべきなのかみたいなことをこう研究されている方なんですけども、はい、で割とその工学の人なんですけどエンジニアリングの人ですけども、あのー、まあ非常にこう著名な方でもあって、はい、まあ例えばそのヒューマノイドと一緒にその 演劇作作品を作ったりですねそうですねすですまあでただそのいわゆるお芝居とはちょっと違うんですけどまあそういう、うん、あの家庭の中にヒューマノイドがいるというまあシチュエーションの中で、えー、作られるわけなんですけどね平田織澤さんという方と一緒にやってたりとかそういうようなこともやっているしあのメディアートのフェスティバル国際的なフェスティバルなんかでも入賞されてたりするような方なんですね。そういういとところでちょっとあの僕の あの関係ともちょっと近しいところがあって、はい、あ,あのでソニーとしてはその石黒先生を呼んで調理ロボットを作りたいと思っているってことなんですかんみたいなんですけど<ー>まあすごいちょっとどういう関わりで、あのーまあ、石黒さんとのメンバーの一人だと思うんですけどもね、はい、だからその調理するっていう部分で関わってるわけではなくて、まあ、例えばそのこう。 あの配膳つまり料理をサーブしたりとかですね、はい、まあそういう部分の、あのー、調理だけじゃなくて、うん、まあそういう部分も、あのー、こうカバーするようなプロジェクトだっていうことなので、うん、まあ例えばそういう、あのー、調理ロボットと言ってますけど、まあ、その客お客さんの接客の部分なんかも含めた、うんあのー、ことなのかなと思ってます。 あのもうそうなると映画の世界ですよね、いそうですね、えー、まあちょっと前にあの AI なんかとあのなんですかそのシンギュラリティとかの話題とかも含めて結構、映画も作られましたよね、はい、その一昨年ぐらいから結構作られたと思うんですけども、うん、まあそういうシチュエーションがあの現実になりつつあるっていう感じななのかな、うんはい、で畑中さんの専門分野っていうのは、まあ、最新の映像技術を使ったメディアと まあ、いろんなところに応用されてるんですけど、はい、この辺の進化っていうのもこれすごく関係してるんですか、はい、そうですね、まあ、あの昨今ちょっと僕が NTT インターコミュニケーションセンターっていうところであのずっと展覧会とか作ってるんですけども最近だとやっぱりその AI ですねそのマシンラーニング機械学習とかあのディープラーニングって言われるようなものをこう使った作品が、はい、あの結構 作られてますね。えー、あの今でもあのライズマティクスリサーチさんとかも展示さしてるんですけども、はい、まそれもあの機械学習を使ったあの作品が展示されてます。ということはそのメディアアートのものっていうのはどんどん,どんどんとこう身近になってきてるってことですか。そうですね。まああの身近っていう部分もあるんですけども、まあ、それは例えばそのアーティストがそれを使って作品を作るってことでもあるんですが、うん、むしろそのあまりこう社会に身近にならずに えー、もうちょっとそのフィクションな部分もありつつ何、あのー、て言うんですかねこう現実をあるいは未来を批評していくみたいな、うん、そういうスタンスがメディアアートなのかなと思ってますけどね、えー、まあそうですよねアートってそういうだって昔例えば「鉄腕アート」も見た研究者たちがあの世界を実現させようと思って、えー、まあ例えばね。えー、っていうのってやっぱりこう。 アートがまあその映画とかアニメも含めてそういうものもアートですからアートがそのイメージを提示してくれてそうですねそれをが研究者たちを触発しっていうこう多分歴史をずっと我々はこう 辿ってきてるんでですすよね,、えー、ね全くそうです、ね、だから割とそのメディアアートっていうのはそのコンピューターとかテクノロジーそういったテクノロジーに触発されたアーティストが作るっていう部分もあるんですけどもなんかもっとあの逆にそのテクノロジーの想像力っていうのを、うん 超えたいいなって思ますよねやっぱりテクノロジーが僕らを触発していろんな作品を作らせるけれどもそれをさらにアーティストの想像力が超えてテクノロジーも変わっていくみたいなそういうなんかなと思ってますけどねよく SF 映画を科学するって言ってね絶対物理的にすごく不可能な設定になってる映画でもそれを現実世界にするにはどうするんだみたいな例えばライトセーバーをどうやって実現させるかみたいなことって真面目に考えてる人いるわけじゃないですか。 <laughs> まあ本当にあのアニメに出てくる飛行機を実際にこう作ろうっていう人もいますからねいますというかそういう意味でまあメディアートも含めての <laughs> <laughs> まあ飛びましたから、ね、アーティストってすごくこうやっぱり我々にそうやってイメージを提示してくれるっていうそういう、ねえーえー、メディアートってやっぱ面白いですか いやもうあの何て言うんですかねそのあまりこう型にはまらないのでで特にその新しい技術にどん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 その何て言うんですかねアップデートされてきますからその新しい技術によって、うんえー、そのメディアとの、えー、トレンドって言いますかねそのこう主流な部分もどんどんアップデートされていったりしますでそのアップデートによってさらにまた古いテクノロジーがその もう一度再発見されたりとか、うん、まあそういうようなことも起こったり、まあいろんなことがあの起こってますよね。うん、でもなんかあのヒューマノイドがご飯作ってて、なるべく怖くないようにって言うんですけど、止まってたら怖いですね。<laughs> 夜中に、ね。夜中とかね。逆にね。ねちょっと動いたりとか。そう。逆に止まってるはずなのに。ウィッとかなって。<laughs> 何かあのよく言われるのが「不気味の谷」って言われる話があって、はい、まあ例えばそのヒューマノイドみたいなものってどんどんそっくりにできるんだけどそっくりにこう近,づいい近づいていったある時点でそれがすごく不気味に感じられるというポイントがあるらしいんですよ。どんどんそっくりに作ってきて何て言うんですかこう親近感感じるみたいな度合いが高まっていくんだけどある時点ですごくリアルになったところであのすごく不気味に感じる。 こ<ー>怖くなってしまう確かにでそこの部分をどうやってこう乗り越えるかみたいなことを考えているわけなんですよね。ねまあ、そういう意味では日本の,そのアニメキャラクターとかってすごくある意味デフォルメしてるんで可愛いじゃないですか。そうですね、うん、ドラえもんにしてもアトムにしてもなんかとても可愛らしいイメージありますけどそうそうあ,あと例えばその、えー、といろんなその大会とか例えばあの、えー、と万博のイメージキャラクターとか。ああ よく海外のやつとか怖っと言いるじゃない。<laughs> ちょっとリアルね。そのリアルすぎて。目とかちょっと怖いやつ。そうなのよ。あれ、ちょ、それも、なんかちょっと似たような話だと思うんですよ。<laughs> だから日本の、その考え方ってアニメの、あの、なんかこうデフォルメ感って。ある意味、いいとこついてるなと思うんですよね。うん、えー、なんか、あの、ロボットが友達っていう感覚って。あんまり、こう、日本以外では珍しいそうですよ。やっぱり、その、ロボットっていうのは、その、人間にとって、す、あの、他者っていう感覚が強い。うん みたいで、うん、あの友達っていう感覚ってあんまりない,いドラえもんのかなこれ <laughs> ね確かに海外の SF とかだとちょっと AI が反乱してとかっていう、ねね、そういうのもありますし、ね、C3PO みたいなまあいるにあいますけどねそうですね <laughs> まあ,あれもでも結果の黒沢映画の影響を受けてますからね <laughs> そうですね,、えー、ね確かに隠し撮りでの3悪人のキャラを要はドロイドにしてるから結局仲間なわけですよね <laughs> そうですね。 まあそうだからまあ面白いですねやっぱアートってすごくあの僕らの未来の社会を提示してくれてるこれからもじゃあそのメディアアートに注目していきたいなというふうに思いますが畑中さんもねちょっとこのさらにこういった試みってつつさまざま今今今オープンスペースという展覧会やってるんですけど、ね、まあそれも毎年そのテーマを設けてあのなんていうんですかね現在進行形の,あのテクノロジー とかまあサイエンスとかのとアートの関係っていうんですかね、うん、っていうものをその探求しながらやってるっていう、ね、いや面白いですね。ねえー、N.T.T. インターコミュニケーションセンターちょっとこれいろいろとチェックしてみたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。したはいえー、畑中さんの、えー、ニュース気になった方はニュースピックスのサイトにある畑中さんのページをチェックしてください。アメリカンエクスプレスピックワンでした。